今日は南千住朝カフェの会をレポートします。南千住駅は常磐線、日比谷線、つくばエキスプレスが乗り入れています。会場のアイルトンカフェは骨通り商店街を出てすぐ、駅から歩いて2分ほどです。机の上に朝カフェの会の旗とプレートを置いています。この日は3人でまったりと会話を楽しみました。モーニングのピザトーストはボリュームたっぷり。食後のヨーグルトも美味しいです。スプーンも笑顔でした。スサノオ神社も近くですので、帰りに寄ってみてはいかがでしょうか。南千住朝カフェの会は毎月第3金曜日に開催しています。詳細はホームページをご覧ください。